サブラー・シャティーラ事件の記念碑サブラー・シャティーラ事件は1982年9月16日から18日の間に行われたレバノンの親イスラエル政党、ファランヘ島などで構成される民兵組織レバノン軍団によるパレスチナ難民の大量虐殺事件のことである。1975年から始まったレバノン内戦は泥沼の予想を提していた。そんな中、 1982年6月6日に PLO を撤退させるためと称して、隣国イスラエルがレバノンに侵攻する。イスラエルは、レバノンを、親イスラエル国家にしようという思惑があり、反シリアでイスラエルと懇意だったバシール・ジェマイエルを、レバノン大統領に当選させることに成功する。イスラエルの目論みは成功したかに見えたが、1982年9月に、ジェマイエルは、 何者かに爆弾で暗殺される。イスラエルはこれを PLO 残党の犯行とみなした。ジェマイエル殺害に憤慨した民兵組織レバノン軍団はパレスチナ人への報復を実行する。1982年9月16日午後6時、イスラエル国防軍の部隊がレバノンのサブラーとシャティーラにあったパレスチナ難民キャンプへ向けて照明弾を発射。これを合図として レバノン軍団の民兵たちが一斉にキャンプに突入、虐殺を開始した。虐殺は2日間に及び、犠牲者数は762人から3500人と言われている。事件が明るみに出るや、パレスチナ、イスラエル、そして国際社会全体に大きな衝撃を与えた。1982年12月16日、国連総会はこの事件を、 ジェノサイドとして非難する決議を反対なしの123カ国の賛成多数で可決した。虐殺を手助けしたとも言えるイスラエルの国内でも共産党やできて間もないピースナウなどの左派勢力から批判が噴出。しかし当時国防省として最高責任者の地位にあったアリエル・シャロンはイスラエルの手は汚れていないなどと言った。しかし結局シャロンと 参謀総長を務めていたラファエルエータンが責任を取らされ辞職した。ありがとうございます。